サボる江戸の町、その近海に浮かぶ島があった。人々が浪人街と呼び蔑むその島には、無頼の戸が救い無法の者が闊歩する町があった。公儀の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称するほどに変貌を遂げていった。今利天橋で新たなる矜持が始まろうとしている。